どうもこんにちは、たつみんです。あなたは何かを、やるときにゴールって設定してますか？今日はゴールを設定することの大切さについてお話をしていこうと思います。でですね、僕がいつも、ビジネスをするときにね、大事にしろ大事にしろって言ってることがあるんですけども、それがゴール設定です。で、ゴール設定っていうのは何なのかっていうことなんですけど、まあ、そもそもビジネスとかで、お金を稼ごうってなったときに、みんな初心者の人ってどうしてもこう道のりをね、考えずに、なんとなくでこうやれって言われたからTwitter 始めました、やれって言われたから LINE アット開設しましたみたいな感じで、なあなあでやっていくんですけど、それじゃ結果出るわけないんですよ。なぜかというと、ゴールを設定しないとやっぱり人ってモチベーションがね続かない生き物なんで、まあこうなりたい、こういうもので、人を幸せにしたい、こういうもので、人に価値を与えたい、これを書いたいから仕事頑張るんだみたいな感じで、こうゴールからね設定して、じゃあそれを達成するためには、何からねやっていかないといけないのか、何をしていかないといけないのかっていうことをね、考えないと人はできないんですよ。で、なのでゴールを設定するようにしてくださいっていう話なんですけど、例えばゴールの決め方もこれポイントがあって、目標のね、例えば金額があるとします。ビジネスだったら、3ヶ月で、月収30万目標にやるみたいなね、こう数字と、期限を絶対に、決めるようにしてください。具体的に、目標を決めることっていうのが大事なんですよ。例えば、旅行に行きたいってなった時に、まあ、なんとなく海外旅行行きたいなみたいなふわっとした目標じゃなくて、例えばね、まあ、インドネシアのバリに行きたいとか、そういうね目標あるじゃないですか、まあ、タイに旅行に行きたいとか、でタイに何日か行きたいのか、でどんなところに泊まって、どういうことをして楽しみたいのかみたいなね、それぐらい具体的な目標を立てるからこそ人ってワクワクしてね、それに対して頑張れるわけなんですよね。で、そのタイ旅行にはどれぐらいのお金がかかってっていうことも、数字化することによってこれぐらい稼がないといけないなっていうことが明確になってくるわけじゃないですか。じゃないと、このね道順っていうのを立てにくいわけなんですよ、人っていうのは。だからゴールをさっきも、ね、言ってるようにしっかりと決めることが大事っていうことですね。はい、ということで、まずねこうビジネス初心者の人に言いたいのが、まあ、1つ目、なあなあでやらないこと、人に言われたことだけをやっちゃダメだよっていうことと、2つ目、ちゃんと、ゴールを設定しろっていうことですね。で、3つ目ですね、これは、数字と期限をしっかりと、決めること、これをね大事にするようにしてください。はい、で、しっかりとこう目標をね決めて、やることをね、決めれるようになったら、まあなんとなくねこうやってて失敗したよっていう人も、これからはねこううまくいくね、プランニングっていうのを、できるようになるかなっていうふうに思います。はい、ということで、この動画は以上になるんですけど、面白かったらね、チャンネル登録していただいて、あとね Twitter とか、LINE アットとかも、やってますので、そちらの方もね見ていただければなというふうに思います。はい、じゃあ今回は以上になります。ありがとうございます。